番組ロボラボが始まることになりました。なんといっても先立ちなのはスポンサー様で、営業部が頑張って、おい、やばいよ、笑い、ユーモアっていう、まあ、人の五感を刺激するものが、ロボットと共有し合って、そこが、何か新しいものになっていくかどうかということをトライする番組です。小さい頃の人気者が強い人格を持って人に認められてきたように、ロボット自身がユーモアを持って人々に話しかければ人格を感じてくれるだろうと。まあ、人間が話すようなことを言わすだけで、まあ、ロボットと人間の違いからそこにおかしさが生まれるというようなシーンをいくつもおそらく目にすることができる。ありがとうございました。